美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目の岸アマゾン、十分に勝利を狙えますよ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ウイニングチケット、各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは10番、13番、9番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ウイニングチケット、10番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは10番、このままリードすることができるか。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭は10番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は13番、少し離れて三輪早秀、4番手に9番、差がなく2番、それを見るように3番ウイニングチケット、この位置につけています。それを見るように4番、1番、並びかけてきた。さらにその外からは岸アマゾン、2馬身3馬身開いて成田大進、そして5番、それを見るように6番、16番、並んできた。後から12番、そして内目をつきましては8番、第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。先頭10番レースはよどみなく進んでいます。続いて9番、すぐに続いて2番、2馬身離れて三輪早秀、1番、続いている、1馬身離れて岸アマゾン、1馬身差13番、そのうち並んで6番、外を回って5番、そしてその外から行ったのは4番、少し後ろから3番、その後から成田大進、その外並んでウイニングチケット、さらには11番、残り 1000m を通過、そのうち並んで16番、後から8番、後方2番手に12番、17番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭行きます。岸アマゾン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大手焼きを越え4コーナーへ、勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ内から先頭を捉えるのは9番、最終コーナー最初に立ち上がったのは岸アマゾン、残り400、岸アマゾン、先頭は岸アマゾン、これは強い余裕の走りだ。後ろをぐんぐん突き放して、これはセーフティーリード、200を通過、岸アマゾン、これは決まったか。後ろは大きく離れたと、先頭は依然岸アマゾン、これは強い、岸アマゾン、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。死力を尽くした消耗戦、勝ったのは岸アマゾン。2着には、ざっとこんなもんさ。